本日は皆さん待望のエキシビションマッチ、東京ヴェルディ1969対大宮アルディージャ。解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。天候ですが気温が26度、湿度が 49%、 よく晴れたスタジアムです。さあ北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。本当ですね。そして気温がかなり高くなっていますが、この辺は選手にとってはどうなんでしょうか。まあ確かに暑くなりましたけども問題ないと思うんですよね。湿度はちょうどいいでしょう。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です。ご紹介が遅れましたが、今日のピッチレポーターは岩本照夫さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。土屋、ディフェンダーとしてプレーします。さあキックオフまであと少しです。さあキックオフ、試合開始です。いいワンタッチです。食い止めた。ここは戻します。下げて、ここは石川、右へ出した。今いける。強い。ここはよく守りました。さあ上げるか。さあいけるか。ボールは絶好の位置。頭、まずは中へ一人入ってきたところにもう一人入って、そこへ入れてきたんですが、ここはしのがれています。これはファールを取られました。ボールを回して、これはつながるか。おっと、ゴール。ヴェルディ、まずは先制ゴールを挙げました。シューバ、ボールを捉えるセンスが光ります。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。北澤さん、ヴェルディ戦力差をうまくカバーしてよく先行しましたね。モチベーション高いですよね。冬を相手にすると逆にこういった作用が働くことがあるんですよ。ヴェルディ先制しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心しすぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。競り合った、また奪った。小林、キープ力には評判のある選手。左サイドを使います。前方へ、いいマークですよ。パスをつないでいく。ここからどうする。頭で合わせた。アルディージャ、チャンスを逃しました。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。石川、小さく回します。ねじめ、ミドルシュート。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。下げて、やや中のフォローが遅いかと、ここまで来た。守りが固い。は
安平さん。はい、岩本さん。ロスタイムが3分です。今紹介がありましたがロスタイム3分です。左へ出す、大事なところ、前半戦終了です。さあ北澤さん、はい、ベルギー先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。そうですね、積極的に前へ行けてましたよね。ディフェンスのチェックも良かったですよね。なるほど。ベルディとしては先制点は入って気持ちの余裕もできましたし、こっからいいプレーが見られると思いますよ。さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところでその差は1点、ベルギー1点リードで折り返しています。今後半がスタートしました。北澤さん、何でしょう。アルディージャ、ここからはどういったことに注意しなくてはなりませんか。そうですね、前半はね、低いところでのボール回しが目立ってましたから、やはり上げていく必要性があるのかなと思いますけどもね。頭で桜井、これはファールの判定。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。小林、アルディージャ、ベンチで誰かアップを始めているようです。ここで受ける、縦に送って、中来てるぞ、うん、キャッチされた。一回当たってるんで難しいボールだと思いますけども、よく止めましたね。前に出した、森田素早く回している、繋いでいる、競り合った。カメラさん、アウェイ側なんですけど、サイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。なるほど、そうですか。一気に出される、出ましたね。細かいボールの奪い合い、大事なところ、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。いいコンビプレーですね。ここで激しい、大野、あと少しで後半30分、平本、左から行きます。さあ競っていく、おっと抜けてきた、ファールを取られました。さあこの位置からのフリーキックです。さあ狙った、これは入れたかった。結構いい形で入ってきたんですけどね。ベルディ素晴らしい展開を見せたんですが、チャンスを逃しています。ここで選手の交代があります。アルディージャ、今のところ1点のビハインド、この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、少し対応遅れ出してますね。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。ここに石川、ここから大野、いいでしょう。さあこっからだ、ゴールゴールゴール、来ましたね。後半終了の直前、ベルディ全く手を抜きません。平本、勢いのあるシュート決めた。大歓声が響き渡ります。攻撃の形は良かったんじゃないですか。そうですね。さあリプレイ画面が流れています。アルディージャ、非常に厳しい状況に立たされています。残り時間はもうあとわずかです。はい、もう急ぐしかないですよね。カメラさん、ロスタイム3分です。なるほど、3分ですか。ここで試合終了です。ベルディ勝利を手にしました。今日の試合の感想など
何かありますか。そうですね、ベルディとしては終始自分たちのリズムで戦いましたからね、いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。チームの調子も悪くなさそうでしたしね。そうですよね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。前半16分、シウバ先制となるゴールを奪いました。そうですね、セットプレーも評価できるんですけど、いいパスが出ていましたから、ああいった合図のようなパスがあると次につながりやすくなりますよね。さらにまた重要な場面があったんですが、後半44分、平本、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。はい、そうですね、途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。さあそして今度は試合データです。ベルギー、シュート数でも相手を上回っているようですね。はい、前半の方でね、シュートに行く場面が多く見られましたよね。ご覧の通り結果は2対0、ベルギー2点差で勝負を決めました。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。皆さんまたお会いしましょう。